こんにちは。こんにちは。はい。なんかあれ、はい、最近、はい、あの袴田さんのライバルが現れましたよ。え、誰ですか？え、ライバル？はい。やっぱり、やっぱあれじゃないですか。はい。あの肩出しじゃないですか。ああ、そうですね。今日もねノースリーブ着てきました。ね、ノースリーブ私大好きなんですよ。はい。はい。袴田さん大好きなんでしょ。はい。なんかね、視聴者の人も大好きみたいです。ありがとうございます。でも、はい、ライバルが豊かさんチャンネルの森藤さんが。森藤さん、はい。浜田さんは横肩出しじゃないですか。いわば、はい、森藤さんとうとう上肩出ししちゃいました。こうやってる人だ。コメント欄とか見て、はい、ちょっと森藤さんも袴田さんの対抗意識出して、はい、ちょっと私も肩出していこうってやってみたいですか。ちょっとね、あの見てください。最近で言うとゴールデングラブ賞の回に出てました、はい、あの白いニットですか。そうそう、白いニットみたいなんで、 あのお前どこの歌手やねんっていう。いやでもちょっとあれはセクシーですよ。こうですもん。いやすごかったですね、はい。まあ負けないですけどね。いきます。負けないですよ。次。いやいや。次行きましょうか。私はこっちで。森藤さんも対抗してないと思いますけどね。いやそうかな。森藤さん。やっぱり豊さんも一緒にやってるじゃないですか。はい、だからあんにゃろー。ちょっと若い小娘が肩出して私も出すわよって。でもね、私一番びっくりしたのは。はい、私これに上着羽織ってくるんですよ、はい、佐藤さん今日外で会って、はい、これ歩いてましたよね。全然大丈夫ですか。半袖で外歩きます、この時期。もう11月ですよ。いやもう今温暖化ですから。いや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 、だいぶ寒い。今日マフラー巻いてる人いましたよ。いやダウン着てる人いましたけど、僕見て思ったんですよ、はい、そこまで寒いかっていう。まあそうですよね、はい、私も暑がりなんで。じゃあもうこれ上着いらないでしょ。いや私冬でもノースリーブ着ますよ。そうなんですか。はい、着ます着ます。視聴者の皆さん、はい、今いい方向来ましたね。一年中ノースリーブばっかり着てるんで。でもね、あの僕もね、はい、一年中じゃあポロシャツでいくの。いやでもね、はい、これにはね、うん、一つ秘策があるんですよ、はい、僕の中で、はい、服変えると、はい、いつ取ったかバレるっしょ。そうですね、大体ポロシャツだと、はい、まあちょっと色がねデザインとか変わることはありますけど、はい、前後が分かんないでしょ。はい、分かんないです。だからそこはね巧みに演出です。バレてますよっていうかもわかんないですけどね、はい、じゃあもうずっと夏スタイルかもしれないですね。そうですね、はい、そしたらもう森藤さんもう肩も出してこれぐらいいっちゃうんじゃん。もう対抗してもうそれチューブトップですよ。森藤さんも豊さんもいないのに盛り上がるって、はい、ちょっとあのすいませんね、見たらあの悪い気分にならないでくださいね。そうですね。え、今日何ですか、何かあるんですか。今日私聞きたいことがあって。何ですか、あの肩出しの話。肩出しはしょか。俺も肩出しましょうか。肩出しで。ごっつい。肩出し行こうかな、俺も。じゃあ今日ちょっとこのスタイルで。今日なんですか、あのファッションなの。気になってたことがあって、まあ、野球選手って誰しも引退するじゃないですか。あの引退した後に困ることってなんかないんですか。一番は、はい、あの僕は困んなかったんですけど、はい、多くの人に聞いた話、うん、そのテレビ関係者とか。これ何喋ってる、何笑ってるんですか。横見たら笑っちゃう。はい、仕切り直し。じゃあ下げときましょうか。そうですね、笑っちゃうんですよ。あー、汗かいた。はい、引退して困ったこと教えてください。あの、まあ、はい、その業界の方とかに聞くと、はい、うん、野球選手って自分で何もできない人が多いんですよ。おお。だから現役時代で言うと、はい、まあ飛行機、うん、新幹線のチケット、はい、自分で絶対取んないんで。ああ、全部球団がやってくれるんですか、ね、そうです。だからロッカーに置かれてますもん、うん、あのもし、じゃあ日曜日デーゲーム終わりました、はい、月曜日移動するとしますって言ったら、はい、あの試合終わり頃には新幹線のチケットがもう置かれてるんですよ、はい、へえ。でロッテだと、はい、最終の新幹線のチケットで取ってくれてるんですよね、はい、でそれで自分の好きな時間に乗船していってくださいねっていうように、うん、もう置いてくれてるわけですよ、はい、しかも帰りとかはなくなされたら困るから、はい、帰りはまた帰りの時のホテルの部屋に入ってたりとか、はい、球場から帰る時は試合後の球場のロッカーのところに置いてくれてるんですよ。へー。なくなったら困るから、はい、で飛行機だと、うん、そのターミナルの南蛮時計の下で
何時までに集合してくださいって言って、うん、そこに行ったらマネージャーがいてチケットをくれるんですよ。うわぁ、ほんと？じゃあ飛行機の取り方も分かんないんじゃないかなって思いますね。そう、だから分かんないと思います。分かんない人いると思いますよ。いや、そうですね、はい、いや、ほんと、あと いくらするか知らない人いると思いますよ、多分。お金、確かに。いくらぐらいだと、私知ってました、あの佐藤さんは。そう、僕は、はい、新幹線はちょっと知らなかったっす、はい、本当ですか。だってあのお金払って行くことないじゃないですか、はい、自分で、はい、でプライベートでもそんなに新幹線な、僕実家が徳島なんで、うん、帰るとしたら飛行機で帰ってたんで、はいはい、その新幹線ってそんなプライベートで乗ることなかったんで、はい、特急券とか乗車券とか、うん、グリーン車なんてグリーン券とかはよく分かんなかったですね、はい、へー、いくらするか、そんなだからね、東京から新大阪までいくら、はい、名古屋いくらとか、はい、広島いくらっていうのは今言えって言われたら言えないですよ。もう大学生とかってあれですよ、あの新幹線、あー何万数高いな、よし夜行バスで行こうとかですよホテルとかも、はい、要は行ったらホテルに着きました、はい、チームで移動するときは、うん、もうなんか専用デスクみたいなのがあって、はい、そこに誰それ誰それ誰それってこう封筒に入って置かれてるんですよ、はい、でそこにはあのチーム全員の部屋番号、はい、そのスケジュール表と、はい、あの食事券とか、はい、キーが入った封筒がドドーって置かれてて、そこに行って俺のやつを取るっていうね、はい、でももうビップになってくると、はい、取らなくてもそこに行くと渡されるっていう、違いもあるんですか。ありますあります。ホテルの取り方も分かんないんですよ。そっ か、うん、だからこの部屋がどれぐらい値段するかとかも知らないですよね、はい、うーわー、これちょっと一般のこう知識というか常識からちょっと外れてっちゃいますね。いや、だいぶ外れますよ。だから自分で何もしないんですもん、うん、で、あの野球、まあこれ他のスポーツ選手もそうだと思うんですけど、はい、あの人にそのお願いすることがないんですよ。お願いする人、まあ僕もそうだったんですけど、お願いする人生歩んできてなくて、はい、うちの大学来てくださいとか、うん、うちの高校来てくださいとか、うん、ね、うちの社会人野球チーム、はい、うちのプロ野球チーム、うん、うちの用具使ってくださいとか、うん、うちの番組出てくださいっていう、うん、依頼を受けて、はい、一番いい依頼を取るんですよね、はい、だからこっちからお願いすることないんですよ、はい、あっちが全部頭下げるんで、うんうん、それが引退すると誰もお願いされなくなるんですよ。うわ、いわば、はい、そうなると、うん、お願いの仕方知らないんですよ、はい、したことないんで、うんうん、だそこは、はい、多分すっごい厳しい問題になると思うんですね。選手たちも、はい、だからお願いされない人でも、うん、監督とか部長さんがお願いしてもらって、うん、知らない間に行けたパターンもありますよね。あ、なるほど。だから誰かがお願いしてくれてるんですよ、はい、だから一人で生きていくのは、うん、引退後すっごいきついと思うんですよ。だって他にも洗濯とかも普段自分でしないですよね。そうです、クリーニングですからね。そうですよね、球団はね。食事も出てきますよね。食事でもう行ったらありますからねそうですよねだから、え、自分ですることって逆に野球以外ないです。そうですね。あー、体疲れた、トレーナーに電話して空いてます、あ、じゃあ行きますねっていうか、はい、空いてません、じゃあちょっとあの順番来た部屋に電話してくださいって言って、それぐらい。マッサージしてくれてとか、はい、で、なんかしたら言っとけば、はい、マネージャーが全部やってくれますし、チケットちょっとこれ時間変更しといてとか、はい、自腹で払うから、はい、あのホテル取っといて、うん、って言ったら全部手配してくれます。いや、これ本当聞いてると自分で何もしないじゃないですか。うん、あ、野球だけします。それが仕事ですから、はい、それでお金を稼いできてくれたら、はい、まあ、奥さんとかはいいでしょうけど、はい、引退して、はい、もしですよ、独身とかで一人ポツンってこう引退して、うんうん、ちょっと大丈夫ですかね。そう、だから、うん、何もできない人は結婚するの早いんですよ。あ、なるほど。で、年上の人と結婚するって言いますけど、はい、うん、それなんでかっていうと、うん、何もできないから、うん、はい、何でもしてくれる人がやっぱありがたいですよね、うん、で、そういったところもプラスアルファして引かれて早めに結婚しますよね。そしたらより野球のことだけやっとけばいいんで、はい、だから球団でも周りが全部やってくれる、はい、家でも全部やってくれるっていうのがなってくると早めに結婚する人多いですよね。そうですね、野球選手結婚早いですもんね、はい、やっぱだからそういったところも理由の一つにあると思うんですよ、はい、そのやっぱり何もできない、うん、だって何もやってきたことないですよ、もうだってずっと、はい、学生時代からそうですよね
だって野球選手ってまあ大卒とかだと寮、まあ、チームによって違いますけど、はいはい、寮も2年とかで出て一人暮らししないといけないわけですよね。そしたらやっぱり早く結婚して家のこと全部やってほしいと思うわけですね。そうですね。だからまあ僕は一人暮らしの時自炊してましたけど、はい、サミットとかで買い物してね、夜中まで空いてるんで。はい。自炊何得意なんですか？何でも食べたことあるものは何でも作れます。へえ。結婚しようと思わなかったんですか？まあ自分で全部できましたからね。あ、管理とか、はい、でしかも、うん、あんま疲れたなって言ったら、はい、もう降りていいんですよね。なんかすごい安心しました。庶民的ですね。そういうところはね。いやオリジンちょっとお惣菜とかちょっとずつ選べるじゃないですか、はい、っていうところもありますけど、うん、でもだから大半が自分で何もできない人多いんじゃないですか、はい、でも本当その、まあ、奥さんがまたやってくれるじゃないですか、はい、だったらもう本当におじいさんになるまで自分の今の周りのことをできない人っていうのすごい多いんですよね。いやめちゃくちゃ多いと思いますよ多分。だから僕はもう今でも全部、はい、だってもう今なんてスマホのアプリですぐ撮れるじゃないですか、はい、だから自分で全部撮るんですけど、うん、今でも全部頼んで撮ってもらってる人もよく聞きますよね、はいはい、往年の人とか。へえ。野球選手ってモテるって言うじゃないですか、はい、だからユニオン見たら魔法がかかりますからね。いやなんかそうみたいですね、はい、いやでもね最近はねあれですよ、その家事とかができない男はモテなくなってきてますから。そうなんですか？そうですよ。だってか嘘でしょ、家事とかできなくても、はい、じゃあ高級焼き肉行こうやとか、でもそれで大丈夫でしょ。いや高級お寿司行こうやとか、高級焼肉と高級のお寿司を連れてってくれるプラス皿洗いとかもやってくれるっていう人がベストですね。いや絶対やんなくても大丈夫です。いやそれ、あ、なんかあれですか、好感度上げようとしてます。あ、いや私好感度今落としてますよね。あの家事もやってくれる男性じゃないって嫌だ。いやそんなあのいいものだけ食べなくても庶民派の心が持ってる人の方が私好きですっていうあげてますよね。あ、そっちか。いやいや、なんかこうお掃除とか、うん、もう女がやれとか。だっておおどうします、お手伝いさんがやってたら。あ、それいいな。それいいな。そっか、お手伝いさん雇ってくれんのか。っていうパターンもあるかもわかんないですよね。はい、そういうのはだからこの前ね、はい、1軍と2軍の差とかもやりましたけど、はい、だからその1軍選手でも全て本当に、だから他のだって会社だったら、はい、多分社長さんクラスが全選手です、うん。ああそうですね、社長さんって秘書がね、はい、お迎え来ましたよ、うん、なんとかですよ、スケジュールしてくれて、だからスケジューリングもあのホワイトボードに全部書いてあるんですよ。へえ。だからそれを見て、うん、それに従うだけなんですよ。だから何も知らないですよ選手、はい、そうですね。ああ、だから1週間後のこと言われても分かんないんですよ、はい、下手したら、はい、次の週どこと試合するかも知らない時ありますから。いや目の前のことに必死だから。あ、そうかそうか、はあ、ああ来週大阪なんだとか、あ、来週はあそこかって思う時あります。まあもうじゃあ決められた通りに、こう言われた通りに動いて、そうそうそう、だからもう曜日も、曜日とか分かんないですもん、日にちも。へえ。全くそうなんです、まあ、デーゲームがあるから週末なんだと思いますけど、はい、夏休みになるとデーゲームなくなるじゃないですか、はい、もう今日が何曜日で何日か分かんなくなります、そうですね、今日どこと対戦するかだけ知ってます。へえ。じゃあもう先発ピッチャーぐらいですね、曜日感覚があるのきっと。先発も1週間に1回とかだったら、はい、あと曜日感覚、いや僕日曜日みたいな、あるかもわかんないね。いや、そうですよね、そう考えたらね、あと先発まで何日ってことは何曜日だみたいな、先発ピッチャーだけ曜日感覚あります。俺らだって休みまであと何日かなってだけだから、たまに月曜日も試合やるときあるし。ありますね。ああ、へえ。だから何も知らない、うん、だから最近のシャミ取ってましたからね、あの最近のやつらのホワイトボード忘れちゃうから、はい、あ、そうなんですね、何時どこそこ集合とか、何時からミーティングだからそれまでに来てとかあるんで、はい、それ全部写真撮ってますもんね。で写メで確認して、はい、いや、まあもうねいいですよ、できなくても。あの、ま、世の中の女性は思います、もうじゃあできないんだったらお金稼いできて、うん、まあリアルですね、はい、それが世の中の人のね、そうです、まあ、意見だと思いますよ、はい、で何もできなくてお金稼いでこなかったらもう何者なんやってなりますからね。すいませんね、はい、きついんですよ、ここ、今のでね心を痛めた方いると思いますけど、あの低評価だけやめてください。いや、あの、そうです、ごめんなさい。